empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. こんばんは。今日はバリ島でいつも欠かさずやっているナイトルーティンについて話したいと思う。All let's go! 喧嘩すんなよ。喧嘩ダメ。これはショッピング中だったんだが、可愛いワンワンがいっぱいいる。まあ噛まれると狂犬病で死ぬらしい。うん、デンジャラス。まあなんとか無事ホテルに帰還した僕。今日は相当疲れたみたいだ。脇尾様1名入ります。少々部屋が汚れてるのは具合今日。あー疲れたな。愛しのベッドに飛び込むかーい。さあ決まったー。これは G なんぞ。これは受け身取ってないからちょっと腰が痛いねと思いきや、今日はマイファミリーと食事の約束。お腹も減ったし行くしかないっしょー。今日は私の親戚の方が、還暦を迎えたい方を迎えかんだからかんだから、えい、一気一気。普段ワインなんて飲んでないから、ちょっと酔いが回ってきたようだ。あー、日本のタンタカタンが恋しい。今、現地のスタッフが還暦のお祝いということでケーキを切っているんだが。ちょっとハイウェイね。もうめちゃくちゃ切り方下手くそ。うん。で、ちな右のやつが俺バドミントン負けたやつ。うん、こいつはボコス。ご飯を食べ終わった後は、必ずバーでコスモポリタンを飲むんだ。うん、なんか俺、下から見るとなんかゆで卵みたいだな。ここは僕のお気に入りの場所さ。寝ながら酒も飲めてタバコも吸える。この空間が僕には、心地がいいんだ。まあ、ただのヤニカスだね。まあ、ってな感じでゆっくりしてたら、こうやっていきなりクラブの音楽が流れて、こうやって踊り出す人がいるのよ。でもパッと見これララなんだよね。カメラ構えて感動しちゃったもん。もう結婚して奥さんできたら俺絶対これやる。待てな感じでクラブのボルテージが一気に上がった瞬間、こうやってパリピ集団が唐突のダンスを始める。と思ったらいきなりサーフボード持った男が侵入してきた。こいつは何がしたいんだ。まさかまさかまさかの顎に乗せて乗せちゃったー。すごい、これはまさに顎神である。そうしてうちにね、こうやって現地スタッフがね、このお父さん方をね探してね、こうやってステージに上がらすんよ。でこれで女の子が、あ、パパ行っちゃったー、頑張ってんの、これですね。もう出し物も終盤で、このイケメンが、ここの責任者です。いやもうね、あっぱれ。うん、あの顔赤くしてんのかわいい。やはり夜の締めはこれ、英国紳士のたしなみのビリヤードだ。スタッフも誘ったけどぼっちだよ。まあしょうがないね。おっと、忘れていたよ、コスモポリタンで乾杯だ。これはビリヤードのマナなんだ。初球打ちました。ちょっと微妙だったね。狙いを定めて打っていく。まあこれはファールだ。まあこういう日もあるさ。うん、しょうがない。気を取り直して2打目。さあ打った。違う球が入ったけど、これはこれで趣があるね。これはイージー、とてもイージーだ。さあこのショットはちょっと難しいかな。あの緑の球を入れるよ。ちょっと角度があるからちょっときついかもしれないけど、僕だったらいけるよ。見ててね。さあ行くよ。はい、入った。うん、ちょっと喜びすぎかな。うん、英国紳士だよ。さあ本日一番難しいと言っても過言ではないこのショット。この茶色い7番の球をあの向こう側の反対側の穴に入れるんだ。これは難しいな。でも僕なら決めるよ、英国紳士だからね。ほら、まあ、ちょっと喜びすぎちゃったかなこれは。やはり夜の締めはいつもここ。
屋外プールさ。日々の疲れ、汗を拭ってくれる場所なんだ。おかしいな、今日は誰もいない。今日は何曜日だ。水曜日。あ、今日は休業だったね。